チャオチャオ、皆さんこんにちは、シンクと申します。前回から結構また日にちが空いて何やっとったか全然覚えてませんけど、いやいぎりもらったところぐらいで終わったんじゃないかな。あう、後ろ起きちゃったね。多分ね、なんかそんな気がする。いやいぎりかなんかをね、もらって終わったんだよね。覚えさせないといけないんだけど、あれに覚えさせようかね。ズバットとか誰が覚える？そもそも今持ってるポケモン誰が覚えれんの？覚えれる！サンド！ああ、サンドか。サンドか。サンドはサンドパンのまで、別にね、永続して使うわけじゃないから、まあまあいいかな。OK？ じゃあサンドを居合い要因としていきましょう。レベル上げんでええんかね、これ。いよいよ思ったけど。上げなあかんくね？ディグダ20。ディグダ20で、あれかな。戦える？まあ、戦えると信じて。いらっしゃい。あれ？違う違う。あれ？押せないんだけど。え、もしかしたらこれはこうやるべき？あ、こうやるのか。めんどくさーそういうことか。よっしゃ、こんにちは。おーし、未来のチャンピオン、マチス！マチス少佐なんだ。マチス少佐のあだ名は、稲妻アメリカン。電気ポケモンを使わせたら、アメリカナンバーワンらしいぜ。へぇ。飛行タイプ、水タイプは相性が悪い。麻痺させられないよう気ぃつけな。はい、わかりました。それと、マチスは用心深い。彼の部屋はロックされていて、簡単には入れないぜ。はーい、エリザベスさんいらっしゃい。ちゃうちゃう、ちゃうす。口場のポケモンジム、マチス認定トレーナー、サトシ。サトシくんは早いですもん、いつもいつもがさごそ。帯場からそこにスイッチあった。押してみよう、ポチッとな。やったぜ。たまたまで、たまたまあった、やったぜ。さあ、頑張ってね、ディグダで無双していきましょう。ここは子供が来るところじゃないぜ。はい。ジムをね、サクッと終わらせてね、次の町に行きたいところ、船乗りが勝負を仕掛けてきた。ピカチュウ、かわいい。絶対この時のグラのピカチュウ、一番かわいいような優遇されてると思ってる。ディグダ、穴を掘るを行きたいところ、ささっとな。鳴き声、うまく息止まらなかった。穴を掘るはね、私の的にはね、最強だと思ってるんですよ。うん、私的に最強だと思ってるんですよ、穴を掘る。まあ、気候ポケモンには使わない、なんだ、当たらないんですけどね。さてと、ピカチュウ、かわいい。あ、間違えた、いらない。石粒ってと思ってたんだけど、石粒っていらなさそうだな。電光石火が早い。いや、痛い、急所に当たった。穴を掘って地中に潜る。電光石火は当たりません。穴を掘る攻撃で落とす。ウェイイェイ。だってまさにいらっしゃい。コイキング100匹ピチピチしている。どうする？放流する。リグで上がらんね。レベルがなかなか上がらんね。ほう、驚きだ。自己貯金として630円手に入れた。やったぜ。レレ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 。俺は体力ないけど、電気の扱いに買われてここに来たのだ。扱いに買われてここに来たのだ。さようでございますか。誰お前？電気グループ誰お前？初めて見た。私、理科系男だと思った。理科系の男だと思った。違った。勝負を仕掛けてきた。誰だお前は。電気グループはビリリ玉を送り出してきた。おうほう、ビリリ玉。モンスターボールと間違われるリスト、ナンバーワンポケモン。
穴を掘って逃げましょう。体当たり。しかしビリリ玉攻撃外れた。ソニックブーム。ここでもらえるのソニックブームだっけ。さっ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 さ、よしよし。敵のビリリ玉は倒れた。経験値レベル上がる。いいねいいね。てってけててってってってコイル。コイルって冬あるっけ。この時ちょっと試してみよう。冬あったっけ。コイルは向こうだっけ。なんかいつからかコイルは冬があって穴を掘る当たんなくなるんだよね。当たるね。まだこの時は当たる。イエス。リグダ、いいね。リグダがいい感じに上がっていくよ。ってことは、レアコイルも、あ、間違えた。レアコイルも当たるね。ビリリだがモンスターボールに見える草。見える、確かに。マルマインも大概だけどね。もう絶対悪意があると思うんだよね。ビリビリ玉とマルマインは。テレテレテテン。後ろで起きちゃったからね。配信始めたら起きるんですね。ヒュー、しびれたぜ。全員打てなかった。500円ゲット。よし。テカテン、テカテン。あ、もう一人いるわ。おじさまがいるわ。軍隊にいた頃、マチス少佐はビシビシ鍛えられたぜ。軍隊にいた頃はか。ジェントルメン。ジェントルメンはね、お金がいいんでね、私は大好きですよ。お嬢様とか、後々出てくるお嬢様とか、ああいうやつらと匹敵するぐらい、ね、お金持ちさんなんでね。電光石火が痛いです。やめてください。あー危なーい。危なーい。リグダの無双は止まりませんよ。いけますよ、いけますよ、いけます。よっしゃー。リグダちゃん回復しに帰ろうな、帰ろうな。いやー、それは痛かった。ジェントルメン。うむ、なかなかの腕前だ。やったぜ。イエーイ。1610円。いいね。よし、一回帰ろう。一回帰ろう。あ、帰ってきた。なに、どうした。ねえ、寝ないよ。間違えた。あ、低評価先輩だ。おはようございます。低評価パイセン早かったね今日は。わざわざポケモンの枠まで低評価先輩が遊びに来るとは。暇だの。とこはサクッと終われるかな。育ててないけどポケモン。いちいちポケモン出さないといけない、めんどくさいわ。たまたま開けたんで、ここここガサゴソガサゴソ。あれ、ロックが戻ってしまった。さっきあったのに、これランダムだっけ。はいはい、ちょっと待ってな。ちょっと待って、少々待ちよ。ここガサゴソガサゴソ。うわー、見つかんねえ。ガサゴソガサゴソ。うわ、マジか、どこだ。うわ、絶対引けねえ。やばい、見つけれんぞ。どこだ、ここ。
やばい、どこだどこだどこだ。え、なくねー、どこ。どこだ、この辺か。あった。あ、第1ロックが外れたからといってここが開くわけじゃないもんな。第2ロックも外さなあかんねんな。きたー、やったー。たまたまや。お前らにゴミばっかりかい。ポケモンの本がいっぱい。よっしゃ、しゃべってこう。セーブせず大丈夫かな。いけるよな、いけるいける。ヘイプワーリトルボーイ。プワープワーって何言うの。半端なパワーでは、半端では戦場じゃ生き残れないね。ミーは戦争でエレクトリックポケモン使って生き延びたね。ミーか。みんなビシバシ、ビリビリしびれて動けない。ユーも同じ道をたどる違いない。テンション高いな。私がテンション低いだけか。テンション低くはないねんけどな。マチス勝負仕掛けてきましたね。てかな、こんな画面大きかったっけな。まあいいや。穴を掘る。ちょっとこれ終わったら一回画面もう一回見直します。攻撃外れる、穴掘る、当てる。オッケー。ピカチュウ、もうライチュウだよね、ラストな、確かな。ピカチュウ。ライチュウ、ライチュウね。よっしゃ、ラスト、頑張れる。間違えた。リグダで無双できるね。いい感じ。え、ライチュウめっちゃかっこよくね。すげえ、えぐらいいね。ライチュウかっこいい。ライチュウ、24か。リグダには効果ないみたいだ。惜しい。一角とかでいけないかな。オッケー。ディグダ。オッケー。ディグダ無双できますね。いいね。ディグダはね、ずっと連れてく予定。オーノー。ユーの強さ、トゥルース、つまり本物ね。オッケー、オレンジバチやるよ、やるよ。そこは、あれやな。フランクやな。2376円手に入れました。オッケー。オレンジバチを持っているだけで、ユーのポケモンスピードアップ。アンド、空を飛ぶ技は、ファイトのない時も使えるようになるよ。ユーはスペシャル。これは、ミーの気持ちね。マチスから、技マシン24もらった。
お騙し20、うん、わ、電気ビリビリ10万ボルト。あ、そうなんや。エレクトリックポケモンに教えてください。でもね、電気ポケモンいないんだよね、何気に。へい、それからユーにアドバイス。エレクトリックパワービリビリ強いね。でも、地面タイプパワー吸い取られてしまって、全然効かないよ。ふふふ。昔のピカチュウ、今のピカチュウほど可愛くない。今の子供は知らないの。あー、どうなんだろう。まあ、初めのピカチュウ確かにデブチョンだったけどね。かわいい。デブかわいいけどね、あれはあれで。ぽちゃっとしてね。間違えた。よし。あれはあれでかわいいんじゃないかな。ってことで、ジムリーダー終わったので一回ここで閉じたいと思います。また次回よかったら見てってください。ではでは、バイバイ。こんにちは。よく覚えてます。ほら、大きな方の女子です。ポケモン図鑑30種類だったら6個、6個。あれ、かわいいけどなんかかわいくない。かわいい。